こんにちは、心理カウンセラーの江藤です。今回は英語についてのお話。皆さん英語得意ですか？英語はちょっと苦手だわっていう、英語に対してメンタルブロックがある人多いんじゃないでしょうか？今回はそんな皆さんに紹介したい人がいます。それが本庄武則氏。彼は3ヶ月で英語がペラペラになったという経験をもとに、全てはメンタルなんだ。彼は福岡で以前心理学をメンタルで勉強しました。そして今パイロットとして、そして大学の准教授として、そしてラジオで英語のパーソナリティとして、今マルチな才能で活躍しています。そんな彼がどうして日本人は英語のメンタルブロックがかかりやすいのか、どうすればそれが外れるのか、どんな風にすれば3ヶ月で英語がペラペラになるのか、そんなことを卒業生としてプロコースではメンタルブロックの外し方についての話をしてくれてます。今回はなぜ日本人は英語に対してメンタルブロックがかかりやすいのかなっていう話をたくさんあるんですが、ショートバージョンで3つだけ今回はピックアップして編集しました。それを見てもらった後、きっと皆さんは英語がぐっと身近なものに感じられるんじゃないかなって思っています。よければ見てください。じゃあ、もうこれを聞くだけであなたの英語の聞くリスニング力が10倍アップです。下手したらもう明日からこの話を聞いたら、そういうことってなって聞いたら本当わかるわという人が続出したんです。実は私、実はメンタルのですね、福岡の14期、かなり前の方でね、で学ばせていただいて、それでやっぱ人生がこう変わったわけです、ね、そこでもうメンタルに来たおかげでもう生徒がめちゃくちゃ増えましてですね、それまではですね、そのメンタル知らないもんだから、もうね、アイメッセージもクソもないわけですよ。お前ナムショだよみたいな感じで、宿題やってきたって、宿題やってこんかって、もうじゃあ次回から混んでいいと言ってましたからね。お前クビみたいな向こうお客さんですよ。お前もう混んでいい来週からとか、空手部なんですよ。で、極真空手っていうの、江藤先生もやってたんですけど、極真空手部っていう、それは極真空手風英会話だったわけですよね。そしたらね、いっぱい生徒来るんです。で、最初50人ぐらい来るんですよ。で、卒業するとき3人ぐらいですからねみんな続かなくて、そしたらですね、それが江藤先生のね、講座を受けてね、メンタル来たら、ああそういう風に人っては接しなきゃいけないんだということが分かりましてね、それでメンタルで学んだことを教室でも使うようになったら、ちゃんと50人来たら50人卒業するようになったんです。すごいでしょ。ですからこのメンタルのおかげでね、私今日があると言ってもいいぐらい学びました。私の経歴をちょっとお話ししますとですね、私は20代後半まで全く英語ができませんでした。はい。どれぐらいできなかったかというとですね、私高校、大学常にもうクラスビリで、高校の時とかね、もう10点台ですから、テスト100点満点ですよ。まあ、それぐらいの本当アホだったのがアメリカ行きました。最初に喋ったのはですね、私ね、飛行学校入ったんですよ。車でお腹すいたわと思って、じゃあちょっとその辺こっち行ってみようって言ったら、マクドナルドがあったんです。カウンターに行こうと思ったんですけど、混んでたんですよ、マックが安くて。それで見たらね、ドライブスルーってあるわけですよ。それがなんとね、ロスとかね、5レーンもあるんです。ドライブスルー5本あるんですよ。でこっちはカウンターはまあ2つくらいしか空いてないから、それはこっち混むわって話で、ドライブスルーガラガラだったんで、もうこっちしかないやんと思って、ビューって言って、マイクが、で、なんか、おやんやって言ったから、多分まあ注文しろって言ってんだろうなと思って、素晴らしい発音でね、こう言ったんですね。ワンビッグマック&ワンコーク。って言ったらね、sorry とか言って、だからワンビッグマック&ワンコーク。制限とか言って、ワンビッグマック&って10回言ったんですけど、かすりもしないで、本当にドライブスルーしたんですよ。もうどうなってんの、これでどうやって俺パイロットになるのって話じゃないですか。あまりのできなさに、で飛行学校行ったんです。ただですね、最初に飛んだアメリカ人の教官がビューって飛んで帰ってきたらさ、さーって言って、ちょっといいって、お前バカなのって感じでね、なんか怒ってるんですよ。もうやった、英語できないやつめっちゃ怒られますから、向こうはね、まして飛行学校とか行っちゃってるんで、こんな英語できなくてどうやってパイロットになるのとか、なんか言ってるんですよ。その時何言ってるか分かりませんでしたけどね。
まあ、一つだけ分かったのは、ではなんかパイロットなれないみたいなこと言ってるなと思って、いや俺パイロットになれないのって言ったらね、今でも覚えてますけど、そのこういう言ったんです。インポッシブルって言われたんです。で当時、ね、僕はインポッシブルってミッションインポッシブルってあれですか、なんかいい意味かと思ってたんですねミッションすげーとかいう意味なのかと。でじゃあ一緒に飛ぼうってブーンって飛んで帰ってきたら、彼が言ったんですよ、あのさ、いいニュースと悪いニュースがあるんだけど、よく外人言うんですよ、I have a good news and bad news、 どっち先に聞きたいって言うからね、うん、じゃあ悪いニュースは、バッドニュースはって言ったら、お前の英語じゃパイロット無理って言われました。さすがにやつらね、遠回しとか言えないんですよ、スパッて言いますから、あースパそうかとちょっと落ち込みましたね。やっぱり無理なんだ俺の英語じゃ、当たり前だよねそんなんでマックで買い物もできないでどうやって管制塔と喋るんだって話でね。ただいいニュースはなんだよって言ったら、俺が英語教えてやるわって言ったんですよ、ノルウェー人が。それで、その代わりっていうのはカウンターオファーがあってね、その代わり何言ってたら、あの空手を教えてった。この前演舞で僕が見せた野球のバットを足のすねでへしょったんですよ。あの極真のやつで大体みんなできるんですけど、でそれでバキュンと折ったのでびっくりして、あれは本物のあんなの見たことないんで空手教えて、でいいよ空手だったらいくらでも教えてるよっつって僕が空手を教える代わりに英語を教わったんですよ。そしたらですね、こんなマクドナルドで買い物もできなかったドライブスルースルースルーのやつがまず3ヶ月で免許が取れたんです。であまりに英語が上達するから、俺このまま行ったらアメリカ人の先生になれるんじゃないかなと思って、ちょっと1年間本当は免許取ってとっとと日本に帰って日本で就職しようと思ったんですけど、これアメリカで暮らせるかもなんていう夢をね、壮大なる夢を描いてちょっとやってみたらね、なんと1年後マクドナルドのドライブスルーをスルーして1年後にアメリカの飛行あのパイロットの教官っていう先生の免許を取っちゃったんですよ。これがその本物です。ね、グラデュエーションサティフィケート、卒業証って書いてでしょ。でフライトインストラクターコース、誰が竹則本庄って書いてますね。で、ここがすごいんですけど FAA アプルーブドって書いて、じゃあ何が起こったのかとちょっと前振りがねなかったんですけど、メンタルなんですよ。俺が英語できないのは英語力とか、英語力はもうほぼないですから、ないけどそれ以前の問題だったと。だから日本人って英語勉強しても喋れないんだと。日本人同士が知らない人と会話できなくなってるんですよ。あとスタバに行ったんですけど、スタバって必ず今度緑で行ったらね、目を見ます、アイコンタクトしてきます、そしておはようございますって言います。もうあれやられるとスイッチ入っちゃうんですよ。ガチャポンギー、おはようございますって言われたんで、おはようございますって同じくらいのボリュームで返したんです。そしたらね、その辺でコーヒー飲んでる人がみんなねで見るんですよ。視線がブワーってきて、え、俺なんか間違えたこと言ったかなと思いながら、また目の前でおはようございますって言われたから、おはようございますって言ったら、中でコーヒーを作ってたバリスタさんがシューって見るんですよなんかね、あのスーパーバイザーかなんか来たのかなと思うでしょうね。そんな、え、俺、え、ちょっと待ってと、なんか、いや、もう一回言いますね、おはようございますに、おはようございますって同じぐらいのボリュームで言っただけなんですよ。それでみんなが見るとね、その時もアメリカから帰ってきたばっかりで、なんかおかしいなと思いながら、ご注文何をされますかって言われたんで、あのカフェオレお願いしますと、カフェラテか、サイズは M サイズで、はい、あのトールサイズ で他にご注文ございませんか、結構です、で1000円渡して、はい、あの600円のお菓子で、あちら中井ランプの前でお待ちくださいってことで、チケットもらってね、ありがとうってこっちで待ってたんです。次来た人を見て、あ、全てが分かりました、なぜ私がじろじろ見られたか。次の人、まあ、きちっとしたサラリーマン、スーツケース持ってこう来ました。ガチャピー、おはようございますって言っても何も言いません。そのまま目の前まで行きます。そこでまたおはようございますって言って、おはようございますって言ってもう上の方見てます。ここにあの注文のボードがあるんで、こんな感じで、ご注文何になさいますかで初めて口が開くんです。ご注文何になさいますか、カフェオレみたいな僕ね、え、ちょっとなんか疑問形になってる。カフェオレって知らんわ、お前の注文やろ、なんで語尾は今流行ってんですよ、そういうの東京では。カフェオレ、うちの息子もなんか何食べるって、ホットドッグって知らんわ、お前が食うんだ俺に聞くな、ホットドッグって知らんって、カフェオレって言うの。それで
なんで聞いてんのかなと思って、この人自分がカフェオレ注文するのかなって、お前が決める話やろうと思ったんですよ。それで注文が通るんです。あ、じゃあカフェオレでみたいなね、カフェラテでみたいな、なんかとにかく語尾上げてね。それで、すごいですよ。これがすごい、こっからです。他にご注文ございませんかの返し、他にご注文ございませんかって聞かれたら、その人もなんか携帯いじってるんですけど、他にご注文ございませんか、首振っただけなんですよ。あなた子供みたいな、なんか欲しい、みたいな、あんた口ついてるんですよねみたいな、他にご注文ございませんか、結構ですとか、ね、なんか言えるわけでしょ。はい。で、それで、1000円ポンって投げて、で、1000円のお預かりで600円のお返しです。あっちの中にランプの前でって言うけど、もう見てないです、チケットも。こんなだったんですよ。だから多分その人にね、僕はね、ちょっといいですか、あなた英語とか喋れるようになりたいとか思ったことありますかって、あ、喋りたいんですね、今、会社でね。トイックとかやらされててね、もう英語はもう絶対必須なんですって言いそうな感じの人でした。いかにもエリートサラリーマン的な。はい。で、僕はその人にね、まあ、そういう機会があって言ってあげると思いますけど、多分あなたね、一生喋れないと思いますよって。なぜかというと、挨拶もできないからですと。日本語でやってないことは英語でできません。じゃあね、日本語で知らない人と挨拶しない人は、向こうでも英語で知らない人と挨拶しないんで、挨拶しないってことは会話にならないから、英語喋れるようにならないんです。ものすごく簡単なことです。メンタルブロックの2、白人崇拝病。これうちに入ってきた広告なんですが、おかしいところがありますって言ってね、ほとんど分かんないんですよ。僕大学でも教えてましたけど、大学のね、学生に、はい、おかしいところあります、何ですかって聞いたら、へえ、何もおかしくないけどって言うんですよね。そしたらね、大体ね、僕の英語の大学の授業って最前列、中国人とかベトナム人とかアジア人の学生が座ってます。で、日本人は最初の授業の時は大体後ろの方に座ってます。で、一番前のそのアジア人、中国人の生徒だけこれが分かるんです。はい、おかしいとこありますって言ったらね、だから、はいって手を挙げるんですね。だからその中国人の生徒に、はい、リー君何がおかしいのこれって言ったら、モデルが日本人じゃありませんとか言いますね。そう、日本の広告なのにモデルが全部白人なんですよ。これとかね、まあ、とことは言いませんけどね、いつこしのですね、チラシなんですけど、はい、おかしいとこありますって言ってね、わからないんですよ。で、ある時ね、四国の、ちょっと下の方を映してもらいます。四国、徳島かなんかで講演会行った時に、はい、おかしいとこあります、何ですかって、おばちゃんがね、元気よく、はいって手を挙げたんで、何ですかって言ったらね、ブリが安すぎるってわけわかんないです。全部モデルが白人。これが英語を喋れなくなる原因なんですよ。世界の基準は自国民をモデルにするんです。これフィンランドの行った時に買ってきたファッション雑誌ですが、こんな、まあ、白人ばっかですよ。で、中国行ったらどうなるかっていうと、中国全部モデル中国人です。で、黒人の国ケニア行ったらこんなになってます。黒人だらけ、黒人しかいません。日本人どうなっちゃったんですよ、これ。だエステ行って帰ってきたらこういう風になりたいんです。ならんちゅうてんね、揉んでもこすってもね、なりますか。これで揉んで帰ってたら奥さんこうなってたらどうする。だからこれにハマっちゃってるんですよ。白人の方が美しくてかっこいいと思ってるから、自分より上に見てるんです。だから何が起こるかというと、自分より上に見てる人と会話するときは緊張するんです。英語のリスニング、英語聞くでしょ、わけわかんないでしょ、あれ。何くんってもね。うん。で、なぜわからないのか。じゃあどうしたらわかるのかお話を今日はしていきたいと思います。言語的常識というですね。私が発明した言葉なんで、辞書には載ってないんですが、一応なんかね、ネットで調べると、国会図書館に私の論文が入っててですね、大学 の、まあ、准教授やってる時に論文書いたんですけど、それが入ってますっていうのが出るぐらいです。で、今日はもっと分かり、簡単にね、論文帳でなくて簡単に説明していきたいと思います。言語的常識っていうのはですね、ズバリ私たち今日本語喋ってますよね、聞いてますよ ね、同じなんですよ。この日本語で相手が喋ってくるでしょ。ただね、日本語の時相手が喋り始めると、この先この人何を言うかっていうね、予測してるって話なんです。常識の範囲内、これ言ってもちょっとわけわかんないで実験しますね。
例えばこんな感じ。私ね、去年ね、沖縄の石垣島に行ったんですよ。そしたらね、ってこう話を止めるとね、皆さんの頭の中どうなったかというと、今ね、石垣島っていうこのキーワード、沖縄のね、に対して、この先このノリは、こんなことを言うだろうっていうね、とわみを張ったんです。バーンと。で、どんなとわみを張ったかをちょっと実験で示しましょう。こんな感じ。石垣島行ったんですよ。そしたらね、台風が来まして、飛行機が飛ばなくてね、足止め食っちゃって大変でしたよ。どうですか、今の話全部聞こえました？聞こえたよね。なぜかというと、もう石垣島台風来たんですよって言っただけで、もうね、その先予測してあったんです。この台風来るだろうなと。だから聞こえるんですね。じゃ次行きましょう。石垣島行ったんですよ。海に行ったんですね。海が綺麗 でイルカに遭遇したんですよ、楽しかったですよ。どうですか、今の話全部聞こえました？聞こえたでしょ。イルカ、イルカとかでびっくりしてないですよね沖縄の石垣島で、はい、これはもう全部予測済みだったんです。じゃあ次行きますよ。石垣島行ったんですよ。したらね、白い砂までね、近寄ったんですよ。はい、何拾った？え、聞こえなかったでしょ。聞こえなかった。ちくわ拾ったって言ったんですそう、白い砂までちくわ拾ったんですよって言いましたよ、私。でも聞こえなかったでしょ。聞こえなかった。なんで、日本語ですよ。ちくわって知らないですか？食べたことないの？知ってるよね。知ってる単語ですよ。その上日本語ですよ。それなのに今スルッて滑ったと思います、うん、なぜかというと、そう来ると思わなかったから。だから白い砂まで貝殻拾、星砂拾ったんですよとか、貝殻拾ったんですよ。星砂の方がよっぽど単語難しいのに聞こえます。でも白い砂までちくわ拾ったんですよって言ったら、え、なんでってこれがリスニングの妙なんですよ。つまり我々は聞いちゃないの。相手が喋り出したら、あ、こういうこと言うんだなって予測してるから聞こえるんですよ。日本語でさえよ、日本語でさえ予測外のこと言うと聞こえなかったでしょ。英語でなぜこの素晴らしいテクニック、言語的常識、相手が喋り出したら先を読むっていう技を使わないんですかってことなんです。大体取っとけと。日本語も大体取ってんですよ。うん、どうせ僕の講義とか大体聞いてないですよ、みんな、ね、大体なんかこのおっさんなんかわーわーわー言ってね、楽しかったね。で、今僕が喋ったの最初から最後まで一言一句ちょっと書いてもらいます分かんないですよね。はい、無理なんですよ、あの全部聞くっていうのは。また英語を話すための最大のコツ、いきますよ。はい、大きな声で話す、これ大事です。はい、なぜかというと、もう一回言いますけど、声が小さいんです。はい。なぜかというと、日本語の特徴はですね、小さな声で話しても聞こえるんです。聞こえたでしょ、後ろまで。この小ささで聞こえる。英語は絶対無理です。ここに声を think about it。でも全然わかんないです、これ。全く後ろの人聞こえないと思いますよ。What do you think about it? って言わないと。何をどう思いますって言うんですけどね。まあ、何時でもいい。日本語だと、いけるんですけど、英語で What time is it? でも全然ダメです。 What time is it? って言わないと。やってるうるさいんですよ、飛行学校のカフェテリアで20代のアメリカ人の若者ばっかりでしょ。うるさいうるさい、もうなんなんこれっていうぐらい。日本だと、まあ喋りますけど、たまに笑い声がハーって聞こえるぐらいで、アメリカの学食、日本の大学の学食とはそんなわーわー言ってるやついませんよ。なぜかっていうと、英語は大きな声じゃないと通じない言語なんですよ。ちょっと実験しましょうか。リスニングの実験です。これは皆さん日本人なんで、今日は日本語で、皆さんが日本語のネイティブだということなので、日本下手な日本語をこれから喋ります。でね、特徴があるんですよ。文法をめちゃくちゃにします。イントネーションめちゃくちゃね、発音もめちゃくちゃ、つまり皆さんが英語喋ったという感覚でね、日本人が下手な英語を喋ってるって感覚よ。だから下手な私が日本語を喋って、日本語のネイティブに大きな声と小さな声で聞いたらどういう風に聞こえるのかという体験を皆さんにしてもらいます。よろしいでしょうか。じゃあまずは小さな声で、すいません、どうかね、石山さん聞いた、はい、どうぞ。今日本語文法をおかしくして、イントネーションをして小さな声にしてみました。じゃあ今のめちゃくちゃ日本語をボリューム上げてみますね。全く同じことを言いますので聞いてみてください。こんな感じで、とっとっとっと、はい、すみません、私どこわかんない、新大阪行きたい、これを新大阪行きた
わかるでしょ。でもさっきの「すいません哲学さんに新大阪行きたい」って言ったら「え？」って何語しゃべって日本語とは思わないでしょ。まずなんかね、ロシア語をちっちゃい声で喋ってるのが「すいませんどこかんない新大阪行きたい」って言ってもさ、文法めちゃくちゃだから分かんないわけですよ。イントネーションもおかしいし、すいません新大阪行きたいんですけどどちらですかって、日本語でちゃんとした発音でちゃんとした文法で小さい声で喋れたら分かるのに、すいませんどこかんない新大阪、どこかんない、私どこかんない新大阪行きたいって言われてもさ、小さい声で言われてもはぁってなんですってということになるわけです。はい。でも大きな声ですみません私どこ分かんない駅新大阪行きたいって言ったらさ、駅新大阪って分かんねえなっていう人いないですね。新大阪行くのは分かるけどってやつはねいないでしょ。そんな意地悪しますか。しませんよね。これなんですよ。だからめちゃくちゃ喋っときゃネイティブやから分かるわけよ。あ、大丈夫こういうこと言ってんなって、もう普通に通じますか。